久保高生は、福岡県飯塚市出身の元プロ野球選手、コーチ。柳川商業高校では2年時の1975年春の選抜に、AS スかくら市場の控え投手として出場。1回戦で、堀越高に敗退し、自身の当板はなかった。同年夏は、かくらが右翼手に回り、投手として、県大会決勝に進出するが、小倉南に敗れる。 三年時の1976年には、夏の甲子園に、エースとして出場し、三重校を下し三回戦に進出するが、PL 学園の中村誠二投手と投げ合い例から1、で席敗。高校同期に一類種の立花家がいる。同年のドラフト1位で、近鉄バファーローズに入団し、エース級の背番号、16が与えられた。1980年に、 速球派として、頭角を表すと、前期にリリーフとして、プロ初勝利を挙げ、後期には先発ローテーションの一角を確保。初関東となった8月17日の日本ハム戦、ダブルヘッダー第2試合では、打線の援護も乏しく敗戦投手となったが、9月3日の日本ハム戦で、初の関東勝利でリベンジ。9月中旬からは先発で、関東勝利、 リリーフでセーブを記録するなど投げまくって後期優勝に貢献。シーズン2算では8勝3セーブでチームはロッテとのプレーオフを制して2連覇。本格的に味わった優勝の美酒であったが、これは長い現役生活で最後の歓喜でもあった。1981年も先発リリーフでフル回転して5月9日の半球戦でプロ初完封。 打線が急失速、鈴木刑事、井本隆の左右両輪が精裁を欠いて、最下位に沈んだチームにあって、42試合の登板で9勝、8セーブを記録。1982年には、開幕第2戦となった4月5日の阪急戦で、関東勝利を挙げると、以降7連続関東で6勝1敗を挙げてそのまま、先発の軸となり、9月5日の南海戦では無支球。 完封も記録。最終的には、シーズン通算では15関東12勝1セーブで、これが最初で最後の2桁勝利となった。同年は、戦後最年少で三冠王となった、ロッテの落合博光を打率、176、3安打、1本塁打に抑え込んでいるが、阪神時代の1995年には中日を経て、巨人でプレーしていた落合に、 通算2000安打の達成を許している。1983年は5勝10敗と大きく、負け越し、徐々にリリーフが増え、肘にも負担がかかっていく。1986年オフにはついに右肘を手術したことで運命が安定し、思うように休息が伸びなくなり、打たれまくった。1988年は2試合に登板しただけで、シーズン途中の5月に、 中谷ただし己との交換トレードで、阪神タイガースに移籍。長く伸び悩んでいた直球が復活していく。同31日のヤクルト戦でのリリーフが移籍後の初登板で、8連敗で迎えた6月13日の巨人戦で、先発に大抜擢されると、たびたびピンチを迎えながらも6回1失点に抑え。 中西清樹のリリーフもあって1年10ヶ月ぶりの勝利投手となる。その後も7月17日の中日戦で関東勝利、同31日の対応戦では完封。肘に多少の痛みは残っていたが、村山実る監督の期待に応えようと投げ続けた。先発では緩急をつけるためにカーブやチェンジアップ、フォークも投げたが、リリーフではアクセル全開。 直球とスライダーで勝負した。パリーグ時代は打席に立ってないが、セリーグ1年目の1988年には18打数7安打、打率389。1989年には16打数6安打、打率375.1本塁打を記録している。1988年6月1日のヤクルト戦では、オバナ高尾から、 ソロ本塁打を放つが、プロ入り13年目での初本塁打は、当時最も遅い記録であった。1990年以降は、中継ぎに専念し、同年は、リーグ最多の55試合登板と投げまくった。阪神ファンから、また出た、A 加減2世。とやじられたほどであったが、投球回は84イニングながら、先発時代をしのぐ、自己最多の89奪三振を記録している。 1994年オフにはフリーエージェントを行使し、1995年も残留。1996年シーズン途中に金銭トレードで近鉄に復帰し、投手としては異例の背番号6をつけてリリーフエースの赤堀元行きにつなぐセットアッパーとして大ベテランらしい安定感を発揮。その後は不調が続いてだんだんと登板機会も減少。 1997年限りで現役を引退。1998年から2001年まで近鉄二軍投手コーチ。2002年から2004年まで同じく一軍投手コーチを務めた。近鉄コーチ時代は、大塚将軍、岩熊久氏を育て、マキススムジュ、ロブマットソン、ジェレミー・パウエルの飛躍を支えた。2005年に阪神に移って一軍投手コーチとなり、 同年のリーグ優勝に貢献した。2006年は一軍バッテリー総合コーチ。2007年と2008年は一軍投手チーフコーチを担当した。2009年に高校の先輩であるマユミアキノブが阪神監督に就任し、その下で久保は一軍投手コーチとして投手企業の再配を振るった。2011年限りで辞任した。悩んでいた。 ノーミアツシをエースとして覚醒。ランディメッセンジャーが中継ぎとして結果を残せずに対談の可能性もあった中で先発として起用するなど手腕を発揮した。真由美の退任に伴い限りで辞任。2012年6月から9月まで韓国プロ野球、トサンベアーズの2軍で投手インストラクターを務めた後、その指導力と育成の手腕を再び買われて、 阪神タイガースに復帰。2013年に二軍チーフ投手コーチ就任。福原忍、安藤優也、高宮和也、桑原健太郎など、ベテランリリーフの改造に手腕を発揮。2017年まで阪神での指導を継続したが、同シーズン限りで退団することが発表された。2018年から福岡ソフトバンクホークスの二軍投手コーチに就任。 伸び悩んでいた高橋純平、育成入団の大竹幸太郎を飛躍させた。2020年も岩崎章の投球を見直すことで終盤戦の復活につなげた。2020年11月11日に今季限りで対談することが発表された。2021年から大和高田クラブのアドバイザーに就任。妻との間に長男、長女、双子の次女、三女の 計4人の子がある。双子の姉の久保慶子、妹の久保信子、長男の久保慶は、プロゴルファーで、それぞれ2008年、2010年、2012年に、プロ入り。長女と2007年に結婚した、上井邦博もプロゴルファーというゴルフ一家である。山本和則とは近鉄で、同期入団同士であり、1982年に、山本が近鉄を解雇された際、 知り合いのバッティングセンターを山本に紹介した。レロンリーは日本で対戦した印象的な投手の一人として、久保の名前を挙げている。ありがとうございます。